皆さんこんにちは、ゆきりんくトラベルです。成田国際空港第2ターミナル香港行きの CX527 便へ搭乗します。今回使用機材が急遽変わってしまったようで、短距離仕様の旧型のシートの座席になってしまいました。ビジネスクラスの配列は232。最近キャセイパシフィック航空のフライトは3、4時間ほどの短距離のフライトでもフルフラットシートで快適でした。今回はとても残念です。とはいえ偶然お隣が空席だったので撮影はできました。もちろんビジネスクラスのサービスは同じですが、モニターが小さかったりシートがフルフラットにならなかったり、座席のプライベート感は一切ありません。今回もマイルでの予約なので、被害は少ないのですが、もし通常料金で払っていたらと思うと怖いですね。座席の前方には携帯電話を置くスペースがあるのですが、ちょっと最近のスマホは入らないデザインですね。時代の変化を感じます。出発時の成田空港はかなりどんよりとしたお天気です。ブランケットはイギリスのブランドバンフォードのものです。足元には特に足置きなどもありません。さて気を取り直してディナーの時間です。今回成田発ということもあってメインには日本食を選びました。ミネラルウォーターと緑茶を持ってきていただきました。ご覧の通りこの日かなり揺れていて、機内食をいただいている間もグラスを押さえてないと心配になるぐらい揺れが激しい時がありました。左に並んでいるのはガーリックブレッドです。なぜか3つもいただいてしまいました。メインの日本食はなんだか秋の味覚というような趣でした。
ーゲンダッツは大きめのサイズです。チョコレートが大好きなので今回もチョコレートにしました。さて、機内食を済ませた後はスキンケアに移ります。機内はとても乾燥が激しいので近い距離のフライトでも保湿を心がけています。今日はユニークなコスメのトラベルセットを持ってきたのでご紹介します。ガリーヌという名前からも連想される通り、なんとニンニクから生まれたスキンケアなんです。パッケージにもニンニクエキス配合と記載があります。肌に優しい弱酸性の化粧水ガリーヌローションを手に取ります。ニンニクコーンエキスをはじめコラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタなどの天然エキスの成分が配合されています。手のひらで少し温めた後、顔全体にハンドプレスしながらなじませていきます。ローションが浸透したら次にクリームをなじませて肌に潤いを閉じ込めます。ニンニクと聞くと匂いを心配される方も多いと思いますが、ローションもクリームも無香料なので周りに迷惑をかけるということもありません。肌にのせた瞬間スーッとなじむので肌がごわついた状態でも使いやすいんですよね。目元や口元の細かい部分には重ね付けをしています。最後に顔全体に蓋をするような感じで手を密着させて完了です。ではこれから一眠りしたいと思います。枕もブランケットと同じバンフォードのものです。今回私は香港に着いてから3時間以内にシンガポールへの乗り継ぎがあるので、あらかじめゲートを調べておくことにしました。このように機内 Wi-Fi につないでいなくても座席から乗り継ぎのゲート情報を調べることができます。夕方の霧がかった香港国際空港へ到着しました。キャセイパシフィック航空のビジネスクラスの搭乗機や香港国際空港でのラウンジの様子など関連する動画を他にも公開していますので、ぜひ合わせてご覧ください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。素敵な空の旅になりますように。